こんにちはメンンズファッション研究家大山俊です今回の動画では6月7月8月そして9月ですねこのような夏周辺の季節に使える鉄板のアイテムをですねご紹介したいと思っています。 今動画を撮影しているのが6月の初旬なんですが結構毎日ジメジメしてるんですねこれからですね結構長い期間にわたって暑い季節が続くかなと思うんですねこの夏周辺の季節をですねマンネリ化せずに皆さんにはファッションを楽しんでいただきたいなと思っていますので今回はこの季節に持っておくとまず間違いないだろうというアイテムをですねいくつか持ってきたのでこれからご紹介をしてみたいと思っています まず最初にご紹介したいのはトップス、まあ、上半身ですねここがファッションにおいては僕は最も大切だと思うんですねなぜなら今の僕自身もそうなんですが上半身しか写ってないですよね基本的に相手とお話をする時には上半身を中心にいますのでここにどんなものを着てるのかがすごく重要になるかなと思っていますですのでまずはトップスのバリエーションというところから見ていきたいなと思っていますはいまず1つ目なんですが春夏のトップスの鉄板といったらまあこれでしょうね T シャツ間違いないかなと思います持ってきたのはですね白とブラックの2色になるんですが明るいものと濃いものをそれぞれ1着ずつ持っておくと着こなしの幅が広がりやすいかなと思っていますで T シャツにはですね無地のものとプリント系のもの両方あるんですが、まあ、大人っぽく着るにはですね断然無地系の方が使い勝手がいいかなと思います、まあ、少数精鋭の服で回したいなら僕は無地 T シャツの方をおすすめしたいなと思っています僕が動画の中でも何度かご紹介しているユニクロ U のエアリズム このシリーズはシルエットが少しゆったりめにできていて1枚で着てもワイト様になるので皆さんにもお勧めしやすいかなと思っていますただトップスに関しては着こなしの主役になるようなアイテムなのでもう少し投資をするのもいいかなと思っていますそういう場合はユナイテッドアローズグリーンレーベルですとかナノユニバースですとかエディフィスこのようなセレクトショップのオリジナルのものを見ていただくといいかなと思っています大体いい価格帯は5000円から7000円前後かなと思いますが T シャツでこのくらいの単価って決して安くはないと思うんですね ただ夏の着こなしの主役となるものなのでちょっと投資をしてみるのもいいかなと思っていますさらに投資をできる方はバトナーと呼ばれるブランドやスローンと呼ばれるような国内のカットソーですとかニットを専業としているブランドの T シャツもかなり上品な作りになってますのでそういったものにもトライをしてみると良いかなと思っています はい、続いて2点目なんですが T シャツが便利なのは分かったとでも大人の男性が T シャツ1枚だとちょっとカジュアルすぎないかなと不安に思う方もいらっしゃるかなと思うんですねそういう場合に使うと便利なのがこちらにご用意している半袖のニットになるんですね ニットというと秋だとか冬に使うもののイメージを持っている方が多いかなと思うんですが最近はですねかなり薄手でしかも目が細かくてもうほとんどですね半袖 T シャツに近いようなこういった半袖のニットというジャンルがあるんですね。こういったもものを選んでもらえれば T シャツよりはですねちょっと上品な雰囲気が漂いやすいので大人の男性にも似合いやすいかなと思っていますニットというと取り扱いが面倒くさそうに感じるかもしれませんが僕が持っているですねこのナノユニバースのオリジナルのものはですね結構洗濯をしても型崩れもしないですしすごく扱いがしやすいのでこのような半袖ニットを代用してみるのも良いかなと思っています色はですね白ですとかネイビーのような定番のものを選べば間違いがないかなと思いますので半袖の T シャツにちょっと抵抗感がある方はこのようなニット T シャツというものも洗濯 に加えててあげるとといいいかなと思っています続いて3点目なんですが6月ですとか7月は梅雨時期なので雨が降ると結構涼しいですよねあとは9月の末になると結構これまた涼しかったりするのでそういう時には T シャツ1枚ですとか半袖ニット1枚だとちょっと肌寒いかなと思いますそんな時に軽くですね1枚羽織れるものを持っておくと便利かなと思っていますそこで活躍するのがこちらですねはい。 オーープンンカラシシャャャツツというジャンルにななりりままますすねね、まあ、数年前ででは半袖のっってて僕あまり推奨してなかったんです、ね、どうしても腕を露出してしまうとあまり大人っぽく見えないので僕個人的には好きではなかったんですがここ数年こういったオープンカラーシャツというものがトレンドになりましてこういったものであれば旬な雰囲気も出しやすいですし襟が付いてる分 T シャツ1枚よりはきれいめな印象が漂うので意外と使い勝手がいいかなと思っています。 ネイビーですとかブラック系で着こなしを引き締めてあげるのもいいかなと思いますしこのようなベージュのような色で春夏らしい明るさを取り込むのもいいかなと思っていますこのオープンカラーシャツの内側には白の無地 T シャツなんかを合わせてもらうとまず間違いがないかなと思っています僕自身は半袖短パンという着こななななししはなかなかしないんですね。そうするとですね、かなりカジュアルになってしまうので短パンを履く時には必ずこのようなオープンカラーシャツを重ね着をするようにしています夏場のアイテムの中でも襟が付いている分きれいめに振ることができ 着るので1着は持っってておくとといいいかなと思っています今回僕はピックアップしなかったんですがこのようなオープンカラーシャツ以外にですねリネンシャツというアイテムもありますねそちらも夏の定番なのでもしこういったものがあんまり得意じゃない方はリネンシャツで代用してあげるのも良いかなと思っていますはい続いて4点目なんですが今度はボトムスをご紹介したいと思いますボトムスは2種類持っておくと便利かなと思っていましてまず最初にご紹介するのはロングのパンツになりますね 僕が愛用してるのはグラミチのはチストレッチパンツになりますね。シルエットはテーパードが効いていて細身のデザインになっています夏場はブルージーンズですとかブラックジーンズのような細身のものっていうのはなかなか厚くて履きづらいんですよね特にコットン系のものは肌にまとわりつくので個人的にはあんまり得意ではありません一方でこのようなグラミチのパンツに関しては割とですね細身には仕上がってるんですがそこまでタイトすぎないので風通しもいいですし素材もですねコットンよりははですね僕はポリエ ペステルですとか下線を使ったものの方がこの時期はベタつかないのでいいかなと思っています僕が持っているのはですねアーバンリサーチが別注したグラミチュのものなんですが、まあ、ソロテックスという素材を使っていてかなり軽量で着心地がいいモデルになっていますこのようなテーパードの効いたリラックスパンツというのは結構ですねいろんなショップで展開をしていますビューティーユースですとかグリーンレーベルですとかあとはエディフィスなんかでもこのようなパンツ置いてあるかなと思いますので1着ですねこういうようなパンツがあると便利かなと思っています とかネイビーもしくはグレーのようなものを持っておくとさまざまな着こなしに使いやすいので便利かなと思っていますあまりベタつかずに軽量で使いやすいですね細身のボトムスというのもぜひ皆さん取り揃えていただきたいなと思っていますはい続いて6点目なんですがこれも間違いなくですね鉄板アイテムかなと思いますが。 短パンですね。これもですね、ぜひ皆さんには取り揃えていただきたいなと思っています。短パンにはですね、抵抗感を持っている大人の男性も少なくないかなと思うんですが、やっぱり夏場は少しでも涼しい方が快適かなと思うんですね。僕もですね、10年ぐらい前までは短パンあまり履かなかったんですが、実際に試してみたところ、コーディネートさえしっかりと意識すれば、意外と使い勝手がいいのかなと思っています。僕自身の短パンというもののイメージを覆してくれたのは、先ほどもご紹介したグラミチというブランドですね。このののブランンドのショートパンツというのは長さ もちょうどいいですしフィット感もタイトすぎず緩すぎずすごくバランスがいいんですね、まあ、メンズファッションにおける一つの定番的なアイテムなのかなと思っています、まあ、短パンというのはもともとカジュアルなアイテムなのでまず最初はネイビーですとかブラックのようなシンプルな色合いのものから揃えてみると使いやすいと思いますそして2着目を持つとしたら結構おすすめなのがカーキですとかオリーブと呼ばれるようなこういったカラーリングのものですね、まあ、単体で見ると少しやぼったく見える色ではあるんですが上に黒 T シャツですとかネイビー T シャツを合わせるとすごく ハマりがいいいので1着持っってておくとと便利かなと思っています短パンに関してはまずはグラミチを買う前にですねユニクロで目を慣らしてみるのがいいかなと思っていますそしてこのような短パンを履く時には上にはですね T シャツ1枚だとちょっとカジュアルすぎるので先ほどご紹介したようなオープンカラーのシャツですとかリネンシャツを合わせてみると意外とですねカジュアルときれいめのバランスが取りやすいかなと思いますのでぜひお試しいただければなと思っていますはい続いて6点目なんですが足元ですね皆さんにぜひ持っておいていただきたいのはシンプルなサンダー ブラック系のサンダルを揃えてもらえるといいかなと思うんですが僕がお勧めしたいのは手羽のサンダルですねこれも動画の中で何度かお勧めしてるんですが最近のトレンドアイテムになっていまして足首でガッチリとフォールドしてくれるので非常に歩き心地もいい一足になっています、まあ、トレンドを取り入れる時に足元を変えるだけでだいぶ雰囲気が変わるかなと思うんですが定番であればビルケンシュトックのアリゾナがいいかなと思いますしちょっと今っぽさを取り入れたいのであれば やや厚底気味になっているこのような手羽のサンダルは非常にお勧めしやすいかなと思っています結構ですね僕自身は水陸兼用で水遊びの際なんかにも使っていますいろんなシーンで活躍してくれるサンダルなのでぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています はい続いて7点目なんですがこれももう鉄板ですねこれはいつの季節にも活躍するんですが白レザースニーカー特に春夏に関してはめちゃくちゃ活躍してくれるかなと思っています先ほどご紹介したブラックですとかネイビー系のパンツなんかには足元をホワイトでまとめた方が明るさを取り込みやすいのでぜひですね改めて白のレザースニーカーというものをチェックをしていただきたいなと思っています白という色は爽やかさの象徴なので特に夏場にはめちゃくちゃ活躍するかなと思っていますアディダスのスタン・スミスでもいいですし僕が持っているのは のは z a a のオリジナルのレザースニーカーなんですが結構ですね8000円前後でデザインのいいものが売ってますので z a a もチェックをしてみると良いかなと思っていますはいラスト8点目はファッション小物になりますね夏場というのは結構肌の露出が多くなるのでベーシックなファッションだけだとちょっと物足りなさを感じるんですねそういう時には腕時計ですとかバングルのようなアクセサリーを取り入れると良いかなと思います もしくはですね、今持っているようなサングラスみたいなものも小物としてはすごく活躍してくれるかなと思っています。サングラスに関しては実際にかけてもいいですし、胸元ですとか首元にかけて、ちょっとしたアクセント代わりにするのも良いかなと思います。退屈になりがちな春夏のファッションにアクセントを加えるために、いくつか小物も買い揃えていただければなと思っています。 はい、ということで今回は夏周辺に活躍するアイテムをですね具体的に8種類ですねご紹介をさせていただきましたこれらのアイテムがあれば間違いなくですね6月から9月までは乗り越えることができるかなと思っていますまあ正直ですね全部を取り揃える必要は全くないですこの中で気に入ったものを何点か取り入れるだけでも春夏の着こなしはだいぶ充実するかなと思っています 僕自身もですね、この中でめちゃくちゃ使ってるものっていうのは実は限られているんですね。たくさんのバリエーションがあることが正解というわけではなくて、自分にとって心地のいいスタイルというものをいくつかですね、確定してしまうのもすごく楽かなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、夏の着こなしの参考にしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。